てめえは。なん。まったく。本当に面白いやつだよ君は。こんな立場じゃなきゃいいライバル同士。君は今までの自分とかいつだって心が自由だ。僕とは反対なんで。あと数年よし。明智、あんた。でも現実は。あなたドパレスの景色を見たでしょ。協力？何言ってんだよ。全ては獅童正義に、父に、この俺を認めさせ復讐するためだ。獅童か、父親。前に教えてやったろ。俺の母親は悪い男の愛人だったって。つまり隠し子さ。あの男にとって俺は存在自体が醜聞。母も俺を産んだせいで不幸になって死んだ。そんな。恨み抜いたよ。けど奴は当時もう与党の都議様で。けどさ、知っちまったんだよ認知の異世界ってやつをさ。神様だか悪魔だかがチャンスをくれたんだわ。てめえ別にいいだろ。どうせやつら自身。そんな害悪をしょ。怪盗団と何が違う。人殺しといっ。それがどうした。やっと手が届くんだよあいつに。獅童正義に。あいつが権力の頂点を極め俺を必要な右腕だと認めたその時に、俺が誰なのかをな。その時初めて存在自体歪んでいる。あと数週間でだが、まだ取り。そんなこと、大層なこと言ってるが。この俺、獅童正義は俺だから。ジョー、そうだな。ずい、こっちはてめえ。まったく。ああ、いいえ、彼が本当に廃人かや。メイドの土産だ。奴らを殺す。誰にも邪魔はさせない。騒がれてる事件は廃人化だけじゃない。
人が突然理由もなく事故や不祥事を起こす。真犯人は心を暴走させる力も持っていないとせそうさ、俺のはお前らにはない俺だけの力だ。こいつなんかやって、答えを見せようじゃ、ペルソナなんだ、トービーフットじゃない、別ちっぽけな存在でも心の枷が外れると桁違いの力を得る、侮らない。敵のやつ何した、敵の戦闘力あの黒い敵、向こうの方が戦力が上よ、無理はしないで。まずはお見事。今の暴走を人間こいつ、まあ何し直接、いよいよ来るぜ、やってベルソナ、ベルソナ力が湧いてくるぜ。それ我が半身こいつな、ベルソナ、はあ、仕留めろベルソナ。
止めろ、ヴェルソナー。行くぞ。そこか。外した。どうか。ヴェルソナー、くさばれ。我が決意の証を見よう。はい、ありがとね。助かったぜ。ゲスレディ。全身に力が足りる。なん、仕留めろ、ベルソナー。ベルソナ、バッチシだ。それ、我が半身。こいつも、ありがとう。サンキュー。ベルソナ、くらいなよ。ベルソナ、いただいていく。外した。またかな。スカル、やる気ね。おっぱじめるぜ。すっげーやつ行くぜ。油断しない。そせ。覚悟はいいか。とどめよ。ちょやりすぎだ。こいつのてっきりナビみたいな特別に拾った代物かと思ったが、自前のペルソナの力らしいな。あんな人を操ったり狂わせたりする。殺す。もうや、同じやつを憎んでるのに。な、私たちの首なんか取ったって、あなたはし、だがし、くそ。私な、たまに考えるんだよ。あれ最低の罠だったけどな。あれがなきゃ、お前ジョーカーのこと気、戦う前に笑ってたの。本当の気持ち嫌われたって望まれなく。ざまれざまれ、仲間。俺の誰かに望まれるために成績や音、俺は名…明智君…それが前歴持ちで屋根裏に住んでるゴミに、なんでお前なん…なんで…ありきたり…今の黒い、あやつは黒、まさか、もしかして。パレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。教えといてやるよ。パレスを使って、そいつは現実で何が起きようかを構え。じゃあ廃人か。ああ、こんなの初めてだ。俺さ、これやったら、お前だってもの、俺とお前、でかげん。ああ、そう、お前を、それ。いいぜ、見せてやるよ、本当の俺をさ。来い。ロッキー。まただ、あのペルソナ。これは
くだらねえ、くだらねえな。正義だろ、仲間だろ、目障りなんだよ、どいつもこいつも。二つの力を使い分けるだと、なんてやつだ。姿さえ嘘だったってのか。ぶっ壊してやるよ、壊れちまえよ、俺と一緒にさ。嘘やろう、てめえを暴走させやがった。さあ、仲間の目の前で一人一人死んでいけよ。ダメだ、もう正常じゃない、来るぞ。死ねえ。社会のゴミの分際で。あいつの新ペルソナの能力は不明。みんな警戒して。ペルソナだぜ。
くだ。傷中降臨せよロッキー。死ね。やるじゃんスカルン。だけだ。ゲットレディ。燃えてきた。焼き尽くせ。もう分かってる。いいよな、仲間に囲まれ、しかも指導が罪を告白したら俺は過去の推理が自作自。なるほどな。自分で暴走させたターゲットの事件を自分で解決させてたってこと。それも指導と結局特別十分すぎるくらい悔しいけど、知恵も力も私たちの誰より優れてる。私はお姉ちゃんに信頼されてるのは。お父様のこと許すつもりはないけれど、奪っていった大人を見返したいっていう気持ちだが、いざ叶える力つうか、一人で複数ペルソナとか、お前多分ジョーカーと同じ才能もあったんじゃね。なのに人生ソロプレイだったから、目覚めた力は自前の嘘と恨みのたった2個だけ。でもそれで十分って思ってたんだろ。わかる、そこはすっげえわかる。そいつが多分
よし、俺たちはシドをぶっ倒す。邪魔されんのは困るし。バカなのか。邪魔が嫌なら俺を始末すべきだろう。理解を超えてるよ、明智。もう一人だと。シドの認知症の明智か。お前らは後だ。シドウ船長の命令だ。歯医者に用はないってさ。まあちょっと予定が早まっただけだ。どの道選挙が済んだら始末するよ。何？散々殺しを受け負ったくせに自分だけは大丈夫と思ってたのか。まさか頼られて内心舞い上がってたわけ。ああ、船長から伝言だ。他人を廃人化す。てめえでやらせといて。なる前から疑問だったんだ。もしもこのパレスで俺が本気で暴れたらどう防ぐ気なのかってな。お前がその係、同じ顔した人形に殺させるってわけだ。そうとも俺は人形さ、何だってするけど、俺が人形なら本当の人形はお前だろ。認められたかったんだろ、愛されたかったんだろ。お前はさ、花から人形だったんだよ。てめえ！これがシドウが考えてる明智五郎。ひどい、ひどいよ。今からでも遅くない。一緒に改心。たとえ実の親でも。ううん、実の親だからこそ。ごちゃごちゃうるさいな。しまった。なんなら誰か身代わりを志願しろよ。少しはこいつの死が遠のくかもしれないぜ。この家誰かのためがモットーな。ああ、俺と同じだな。俺も船長のためならいくらでも。人殺しを手伝わせた上にこんな風に思ってるなんて。そうだ、最後のチャンスをやるよ。俺は本当にバカだったよ。そう、それが船長の望む。お前勘違いするなよ。消えるのは。行け。バカだ、死ぬ気か。やっぱりバカはお前らだ。見捨てていけばよかったのに。こいつら相手に。明智くん、代わりに取引だ。まさか断ったりしないよ。お前指導改心させろ。俺の代わりに頼む。この後に及んでそれを言う。まったく君ってやつは。我は汝、絆は反逆の翼となりて、今こそ汝。
よし。よし。最後の相手が俺。明智くん。モナ。反応が雑魚どもの分子。やるぞお前、これ以上。